イアンティオキア、総主教長アンティオキア総主教長、現代イギリシア語、パイアルファータウローヨタアルファーローカイイプシロニュー、ニュータウイオタカイイプシロンアルファー、英語、グリークオーソドックスパトリアーケットオブアンティッハ、アンドオルザイーストは、正教会に属する教会。古代の語総主教座の一つである。正式名称は、アンティオキア及び、全東方の総主教長。 アンティオキア聖教会と呼ばれることもある。シリアにおける教会の中では、最大多数派。初代宗主教をシトペトロとしている。現在の宗主教は、ユーハンナー10世ヤーズジーであり、前任者、イグナーティウス4世ハズイームの死後に選出された。アンティオキア宗主教庁は公式にはゲントルコ領内のアンティオキアに置かれるが、実際の執務は、シリアのダマスカスでなされている。 古代のアンティオキア教会の流れを組み、現存するキリスト教会の中でも最古の教会に属する。現在はシリアのほか、アメリカヨーロッパ各国にも教区を持つ。信者はアラビア語使用者及び英語使用者を主とする。聖教会の中でも活発な宣教活動で知られる。なお、非カルケドン派聖教会のシリア聖教会など、 複数の多教派にもアンティオキア総主教、総大司教が存在する。2011年末以来のシリア内戦において、非カルケドンは東方天霊カトリック教会と共にイスラム系過激派による破壊活動を受けている。聖堂の破壊といった物的損害にとどまらず、2012年初頭には司祭が殺害され、2013年4月にはアンティオキア聖教会の主教と、 シリア政教の司教の計2名が誘拐されるなど人的被害も拡大している。ありがとうございます。